出るのかわからないくらいですよね。ご覧のようにスタジアムはほぼ満員、キックオフを待ちわびている状況です。さあ間もなく試合です。キックオフ、クロアチア対日本。エキシビションマッチ、まず蹴り出したのはクロアチア。ブラニッチ、さあ中村俊輔、抜けない、本田奪って、短いフィード、スペースがあると行かれてしまいますよ。これ二人で囲んでますよ。いいディフェンスですね今のね。遠藤、右サイドに流します。開始7分、人数かけてますね。届かない、ボックスの中。さあボールは中村、中村俊輔、中村健吾へ、中村俊輔、右、本田、両チームともまだ攻めが控えめなように見えますね。まだまだ序盤なんでね、どちらもこう自分たちのペースにはなかなかなってないですね。どちらが主導権を握るかと、主導権争いの時間だと思いますね。預ける、この当たり素晴らしい。さあ展開があるか、中央へボールが出てきた、しかし2人ついている、シュート、いやー惜しいところでした。ちょっとヒヤッとするシーンですね。ものすごいコントロールでしたけどもね。ブラニッチ、中央、ちょこれいいですよ。1対1一直線、シュート、これは拾われます。あ、いいですね。エドゥアルドを上げる、ゴール、左サイドで切り返して中に入れたボールをヘディングでシュートですね。素晴らしいクロスを上げています。2列目から飛び込んできたってことになりますよね。クロアチア先制ゴールで1点を得ています。まずは1点返せばやっぱり流れっていうのは十分変わる可能性ありますからね。ウコエビッチ、左、おっと行ったのか、繋がりません。これは守備陣の網の中へついている。ラキティッチ、中央、前半の24分を回ったところです。エドゥアルド、ここに囲んでますからね。大きくクリアします。ウコエビッチ、ディフェンスの網の中へ、短いフィード、囲まれている、ディフェンスに合います。工作、前半29分です。さあ抜けてくる、これ1対1ですよ。さあ入っていく、畳みかけられるか、
何が起こるかわからないので、ね、こういった決定的なシーンを決めていくということが大事になりますよね。やっぱり決めなければいけないですね。ああいうのを決めとかないと試合というのはどうなるかわからないですからね。コーナーキックです。これは誰を狙うのか。続きますね。緊張感高まりますよ。どう応える。コーナーキックヘディング、コントロールできませんでした。ゴール前でしっかりといいポジションを取って、最後ワンタッチでヘディングシュートですけどね、ちょっとシュートが弱かったかもしれないですね。しかしよく攻めてますよね。ウネトラップコントロール、しかし2人ついている、抜けてくる、いいでしょ。1対1、トライ迷く触りましたね。しかし攻めてきてますね。いいリズムですよね。フリーでシュート打たれてるシーンがちょっと多いですね。センターサークル付近、ブラニッチついていく、いい形でボールを奪いましたね。さあそろそろ40分というところです。クロアチア前半終了までもうそんなに時間は残されていませんが、中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。攻撃を組み立ててるなという感じがしますね。中央突破を1対1ですよ。キーパーと1対1、華麗なドリブルからシュート。おー、コーナーキックのチャンスになります。さあどこを狙うか。コーナーキック、チャンスだ。シュート、これは蹴り上げてしまいました。少し抑えが効きませんでしたけど、シュートまで持っていく流れっていうのは非常に良かったと思いますね。ここから展開できるか。中村俊輔、ゴール前に人がいないんですね。うん、よく見てますね。ここで笛、ご覧いただいたところでハーフタイム、前半1対0、クロアチア先制してそのままリードで折り返しました。選手たちの表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい。後半です。クロアチア対日本、クロアチア 1-0 リードです。